それも撮ってるんですか。え、うん、そうだ突然振るのが俺の仕事だからそうだよ。やっぱり最初カメラ向けたみんなね、ちょっとうってなるから。そうそうそう、まあ普通に飲みながらで、学生みたいにさ、なんかこう、うん、まあそうですね、面白い出来事ってそんなないじゃん。まあそうですね、確かに確かに、バカなこともしないし、まあ、周りの大人がバカしないからね。確かに、まあそうね。というわけで本日も始まりました、なかけん TV 忘年会のお時間です。始まりました忘年会、本日も始まりました、2023、もう終わり。本日なんじゃってトランプ忘年会ということで始まっちゃったね。始まっちゃいましたね。始めちゃいました。皆様いい感じに酔っ払ってる感じ、うっかり、やっぱこういうタイミングでですね、本日スペシャルゲスト太田くん、宮脇くん、あの呼んでおります。そうですね、忘年会ですか。忘年会ですから、我々ね、あのなんちゃって登山部、あの同じチャンネルで登ってますので、これはねやっぱりみんなでチームというチーム感を出していただくという感じで、じゃチャンネル開局約6ヶ月、半年、チャンネル登録者数も50万人にはいきませんが、50人超えまして、ありがたいことですね、本当にですね。本日は視聴者の皆様と駆け抜けた2023振り返るなかけん TV 珍プレー好プレーびっくりドッキリ映像100連発スペシャルということで、本日お送りいたしたいと思います。気合入ってます。今年も終わりですから、林さん、本日今日総集編な感じで動画作ろうと思うんですが、ちょっとざっくり簡単に、そもそも何やってんだこの人たちっていう。はいはい、こちらの、あ、ちょっとですね、もしかしたらこれあの、あ、あれで権利で引っかかるかもしれないんで、もともとはですね、はいはい、まあ、飲み屋での話です。飲み屋での、どういう話をしたかというと、はいはい、こちらのうちのさやか城がですね、はいはい、2023年の夏に友達と富士山に登る約束をしたと。ほいほいほい。で、登山なんかで、ね、ろくにしたこともないのに、はいはいはい、うっかりそういう約束をしたので、はいはい、まあ、不安だと。なるほど。で、それはお前ってちゃんと練習しないとダメだよっていうマジ登山経験ゼロのおじさんに、おじさんに言われ登山経験ゼロのおじさんに言われるのはやばいっすね。されるって、いや、諭されるっていう、言われるさやかも、さやか城もやばいし、はいはいはい、っていうおじさんも、初めての登山が富士山だった太田君、今日の心意気を聞かせてください。いや、まあパッててパッともすごいパッパッとちゃっちゃっと、おおおすごいね、おおおお、滑る、オッケー。これどう、え、これどうやって渡るの。来てる、うわー、いいね、おおおおおおお、サクセス。ビールうまいっしょ、うん、うわサンミネ本堂行きますか。おめでとうございます。うわ、行きます。すごいよ、マジヤバタ人系だよ。天然のサスケセット、うん、一応1サスケから5サスケのちょっとランク付けをちょっと太田君にしてもらえればと思います。5サスケからのスタートがスタートです、うん、まあいつまで続くかもわからないし、まあまあそうですね、まして8月に、まあ、夏に、そうですね、こちらの方が富士山登ったら、はいはい、まあ一応その目的は達成したので、うんうんうん、もう私いいです、はい、まあ、いう可能性 もう大だったわけだし、そうですね、で、あ、まあだよね、じゃあもう、まあ、
解散ねみたいに、まあ、なるのかなって。じゃあ今回も太田君にちょっと意気込みを伺いたいのですが、2時間で早い。タケノコ取りに行こうか。タケノコ取りに怒られるやつ。わ、カニ。嘘。おお。鳥。すげえ。久々に見たカニ。おお、すごいね。すごい絵だよこれ。やば。いや、これ怖すぎるでしょ。太田君、こちらを装着をよろしくお願いいたします。大坊主、大坊主、マジファイト系ですね。ファイト一発系で、おやばい。ここはもうちょっと本気出さないとやられる。危ないですよマジ。こういうのマジ不思議よね。ああすごいね。いや、なんか責任持ちたくないよね、うん、マジで。 GoPro も持ったままいけるね。上じゃない。うわすごいわ。これいや、多分あそこ登るわ。うわすげえな。行くんすか。うわすごいね。うわやば、高い。うわこれは怖いね。これちょっとボード開け。さっき見てたのはそっから見てたと。そうだね。3ポイントっすかね。お、ちょっと低めの感じで、あの頂上はすごかったっす。頂上はすごかった。ただ頂上はすごかった。なんかちょっとずつなんとなくなんか人も増えてきて。そうですね。なんだかんだ7人っすかね。いやまだもう一人いますよ。まだ幽霊部員が一人いますから。名前こそ隠しますが、幽霊部員いますから。まあね、そうですね、はい、まあ、そこはもう本当にちょっとレア回でいつか使えるように、いつかどうするんだお前は、うん、ちょっとちゃんとしておきます。まああなたも巻き込んだし、ね、そうですね、あなたも巻き込んだし、ね、あの巻き込んだお二人がそうですね、巻き込まれた人たちも、まあ、楽しそうで。だけどさ、結局まあ僕が年長者で、まあ、55歳でさ、そもそもそんな、運動能力が高い人間でもない人が、まあ体を動かすのは好き、じゃあちょっとリーダー林さんにちょっと軽い自己紹介などいただけたら。我々なんちゃって登山部、私も喋りたいことを考えてたんですが、はい、思ったより林さんの話が長かったので割愛させて。林さんよろしくお願いいたします。行きましょう、頑張って頑張ってちょっと休憩していいですかね。このストップが私の重さに耐えれてない。うそいし、そんなことある。でもここが一番急斜面なんでしょ。ラストちょっと激しいのが来ますね。マジでマジやば。林さんなんでそんな怖いところなんだ。マジ勇気シリーズ通りやすいかなと思った崖だった。崖本当に最後だった。彼の姿を見た。彼は霧の中に10秒ぐらいで7つぐらいお祈りした。なになに、さやか泣き言言ってんの。やばい、もう頂上です。頂上だ。
うん、まあ言ってもね、レプリカだと。そうですね。だから地中に埋まってる部分は本物だ。今伸びるの気づきました。すごいです、これは。やばい、革命的です。革命的。じゃあ頂上で、はいはい、ちょっとドキドキしてパニック症パニック症候群が。あの、まあ、最近とはいえ太田くんとか、うん、もう太田くんすげえなとかさ、あの多分一番この人があの、わけのわからんところに最初から連れて行かれてるね。この人が一番大変だと思う。わけわからないよ。わけわからないって。そのポテンシャルに行くわけじゃん。それさ、こっちとしては意味になるわけ。だから逆にありがとうですよ、僕からすると。そうですね、ありがたいですね、うん、本当に。今日ちょっとですね、我々の車で一つ懸念材料があったんですよ。林さんを誰が見とるのかっていうですね。おー、イエー。今日ちょっとこれ議題に上がりましたね。議題に上がった。今日議題な、誰かが見とらんといかんやろ。自分のことをさておき、あの独身の人が独身の人を心配するっていう、この謎の謎理論でありましたが、林さんは一人で死なせたくないっていう話をしてます。あ、そこがやっぱ人徳よね。人徳よね。自分の死に場所は自分でしたね。心配するなと思って。ちょっと死ぬ瞬間までちょっとその時は動画を撮らせてもらって、野良猫のように。わあ、いやいや、まあみんな死にますから。そうそう、早いか遅いかだけでみんな死にますので。そんな変わんまず、あ、いや言うてもですね、言うてもさあ聞こうじゃないか、さやか。やばい。林さん、例のごとくオープニングの挨拶を。おはようございます。ちょっとね、おはようという時間にはいろいろトラブルがありまして、プチトラブルがあって遅くなりましたが、まあね、安全運転で、まあ、6時間半ぐらいかかるということですが、飛ぶように進んで4時間半ぐらいで我々の場合は攻めの姿勢。そういう感じ。いないでしょ。ちょっと軽いホーラーだねこれ。でも山道が3時間続くなるまでいいな。あー、逃げにくい。マックスみたいな。すでに来てるね。やばいっすね。ちょっと荷物自分持ちましょうか。結構今日軽い。うん。いや、いいよいいよ。全然進んでね。え、だって今これですよ。だから。絶望。あ、でもこれ。まあまあまあ、行けるとこまで行きましょう。うん。無理せずで。うん、それが一番大事。無理せず引き返すってことも、うん、お勉強のうちですか。まあまあ一本道だから、ね、全然それも全然大事。どっからでも引き返せるからね。あ、こテレビと。え、そうなんだ。ここまで登って仕事する人がいるってこと。あれ登るんだよ、だって。は？え？あれ物柄だっけ。マジで。うわマジか。あ、すげえ、マジ絶景。2人の存在でかいわ。すごいね、すごいね。うわ、やべえ。ふぅ、氷むっぽいな。あれ、やばい。いや、え、どれ、いや、これ林さん、多分やめた方がいいっすよ、マジで。うん、マジでやめた方がいいと思う。秋とかにした方がいいと思うかもですよ。これはリベンジマッチよな。うん、リベンジマッチするぐらいのつもりが多分いいですよ。あれでしょ、帰りもありますからね、マジで。もう山登りが嫌いになりますよ、マジで。というわけで、さよなら2023。もう忘れてもいいんじゃないかという思い出を捨て去りたい。
そんな話をしていきたいと思います。2023やばかったここだけの話スペシャルということで、本日皆様何かございましたら、ちょっとみんなそれっぽい顔してもらっていいですか。ちょっと思い出すような感じの顔してもらっていいですか。ちょっとあーあったなーっていう顔を。エピソード0、加賀山のエピソード0って何、うん、最初多分僕らがなんちゃってをやる前に2人で加賀山に登った時の話が僕はちょっと面白かった。俺とさやかね、はい、え、そんなのあったんですか。やったね。それあれ、お前がどれぐらいあのなんぼのもんやと、なんぼのもんか見てやるから、うん、一回高山で、うん、俺が慣れてる高山で、高山聖地っすね、聖地っすね、一回行こうって言ったら、もう俺が完璧に置いていかれたとかって高山でそれどこのギャグ漫画っすかギャグ漫画っすね、完全もう完全にこれださやか調子がで、高山とはいえ、なんかすごい遊歩道で全然しっかりしてる、でもまあ初心者向けだからみたいな感じで、またパッパッパッみたいな言ったらで、俺途中でこんななってで、なんかちょっとそのちょっと平地みたいなとこで高山さん待ってて、でさ次どこですかって言ったら、俺が一番上だよえぇ、ー、あったちょっと怖いね、林さんね、怖いね。いや、やっぱ若さってすげえなってあれ、かばいきれない、かばいきれないものをね、リアルに感じたわけ。すいませんって思って、あー、ありましたね、エピソード0。確かにそれこそがエピソード0だね。確かにね、そう。あ、それあったんすね。あ、それ初めて聞いたからの、ヤヤマ。あ、そうなんだ。エピソード0があったんすね。見えだけか、見えだけ今はなきくるみちゃんと、今はなきくるみちゃん、今タイで、今タイでバカンス中の、そうですね、見えだけで心拍数200ドッキン、ドキンちゃん、誰よりもドキンちゃんの心拍数200突破で断念という頑張って登ります、ね、そうですね。霊峰ボロ石山山伏修行受講スペシャル、本日は自分を探して37年、宮脇真也君とお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。どうですか、自分見つかりましたか。もう瞑想する一般結構早かったね。メインぐらいのあれで思ってない。そうだね、思うよね。すごいね、これはすごい、天狗岩死ねるね、これ。えっうわぁ、しびれるね。だいぶすごい。どういうことなの、これ。どういうことどうやってこれ形成されたかわかんないっすよ。思うよね。あ、マジですか。くぐりましょうか。わ、すげえ。えぐ。あれでもなんか下になんかありますね。あるね。わあ、すごいわ。すごいわ。これ挟まってるんですね。うん、しびれるね。いやー。あ、水は内面だ。わあ、ロマンだね。着きました。ボロ石山、ボロ石山、箸忘れてやったっけ。マジないの。枝で食べる。枝アホの極みじゃん。コンロとかガス持ってきてて箸持ってきてないってマジバカすぎる。アホでしょ、マジで。来たわ来たわ、象の墓場。うわぁ、すげえわ。どうやったらこうなるのか知りてよ。そうね。うわ、すげえな。どっかね。これ？あ、それだわ。あ、それが花なんだ。ここが。え、もしかして。
うわーすごいね、もう錆びまくってマジで怖すぎるんだけど。じゃあというわけで宮脇さんからじゃあ行こうかな一番近いから。ちょっとそれこそ一昨日ぐらいに東京行ったんですけど僕、うんうん、で泊まるところが決めてなくて、うん、でちょっと面白そうだねちょもう面白い、ね、もう面白い、ね、で5年ぶりかな、うん、に会った友達と飲んでたんですよ、うんはいはい、言ってもでも12時過ぎ1時ぐらいまでかな、はいはい、でも結構ベロンベロンになってしまって、はい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 、寝カフェでもう寝ようと思って、うん、寝カフェに行ったら、うん、もう完全個室の部屋とか今あああるかもね、あっちあるかもね、うん、でも酔っ払っててもうその受付とかももうグダグダになってひどいでひどいねで鹿児島から来た田舎者だってで一応個室が入ったから個室でボケもんだね、寝ボケもんだ、うん、ガラガラって開けてもう酔っててしまうもうその個室で寝たんすよね、うん、3時ぐらいだったと思います多分、うん、パッて目が覚めたんすよ、うん、で、うん、めっちゃしょんべんがしたくて、うん、であしょんべんしてえなーと思って、うんパッて見たらドアがのこう入るときはこう、うん、開けたあるドアノブがあったんだけど、うん、中から開けるところがなくておうんおうそうおうおうんそうこのドアノブのこれ外からしか開けれないでもこうやったら開けれると思ってこうやったら開けれると思ったら全然開かなくておう閉じ込められたもうでも正面めっちゃしたいんですよもうギリギリ本当にはい、はい、本当にギリギリってなって、はい、えどういうことと思ってなんか、うん、電子制御予想外に面白い話が電子制御とかされてるのかなと思って扉がついてるみたいに、まあ、そうだね、そうだね、そう扉を開ける手段がないっていうような違うのかなそうこれなんか電気とかを一回全部引っこ抜けばあ、そのじゃ強盗のやり方です。強盗でしょ。そう、こうガーってこう手で開けれるようになるんじゃないかなって一回抜けたんですよ。それ真っ暗になって、うん、でドアのとこ行ったけど開かないから、うん、そのまままた電気さして、あもうこれはもう間に合わないと思って、うん、一回落ち着こうと思ったけど、うん、もう間に合わないと思ってちょっともう出そう。うん。ちょっと出そう。出そう。床に届かない程度までズボンに出そうと思って。すごいね。すごいね。そう趣味できと。ズボンに趣味できと。もう攻めてるね。酔ってもう酔ってる。寝起きだし。まあね、酔ってるし、思考がもう何もないから。まあそうだね。そう、ね、そう出したんですよ。うん。したらもう酔ってるし、正面めっちゃしたいから。うん。なかなか止まらないじゃないですか。止まるわけない。ないじゃないまああの出したのはあるから。結界ダブ結界だよね。でも。うん、床についたらもう本当に申し訳ないと思って、まあまあ、もうそのまま手突っ込んでつまんで押さえてでも何をそうやったらある程度止まって床にはギリギリやっぱ行かなかったんですよね。おで一応その、ね、止まったっちゃ止まったからこっからどうするかってなって次なる試練がね相変わらず開かないし、そう開かないしどうするかってあ注文ができるんじゃないかなと思って、うん、注文であっち電話とかがあればと思って電話もないけどあの今ネットのあのパソコンとかで注文じゃないですか、うん、それもなくてあれと思ってどういうこと、うん、と思ったらその持ち込みとか全部 OK なんです、うん、だから注文とか全然ないし、うん、あもうないとやらんとああなるほどそう好きにやれと結局ドタバタ俺がずっとしてるからですよ、うん、やっぱ隣の人とかがなんか言ったんでしょうね、うん、店員さんがあいつやばくないカンカンカンってきて、うん、どうされましたみたいな感じになったから、うんもうでも濡れてズボン濡れてるじゃないですか、うん、すいませんドアが開かないんですよっつったら、うん、結構ドアの下のここら辺にボタンがあってそのボタンを押したらバーって開くんですよ何それでも店員さんいるからあすいませんドアが開かなくてっつったら店員さんが下の方にボタンがありませんかって言われてパッて見たらあそのシールもちゃんと貼ってあったんですよねその全然気づかなかったけどドアのボタン、まあ、ドア開閉ボタンここですよって ありました大丈夫ですっつってなんか大丈夫だったんですか？大丈夫もう開けるわけにはいかないからもう実証書だからズボンもそうあれそうあれで大丈夫ですって開けて店員さんいないこと確認してでトイレに行ってで一応ジャージ持ってって、うん、で着替えて、うん、そのまま もうズボンとかもビニールに入れて、うん、でコインランドリーに行きましたねその日で洗濯してでしたちょっと予想外にえそれもう
まずやってきたでしょ。ちょっと今日のためにやってきたでしょ。いや違います。でも今思えばあのプラスチックのゴミ箱とかあったからそれにして、あ今思えばですけどね、あまあ処理すればよかったんじゃないかと、捨ててあう、ね、もう綺麗に洗えばいいじゃないですか。あそうだね、あまあそうだね、うん、と思って。というわけで本日ですが、大波の池からのからくにだけ登山、集まれ独身の森、大波を探せ決死の大捜索スペシャルということでお送りいたしたいと思います。大波知ってますか？何水でかっ。いるいる、こういうのそれはでかい、ね、色がついた水を初めて見た。つい使いなよ。いや結構違いますよ、あるのとないの。無の極み。無事第一の関所が泣きそう。え、からくにだけってあいい絵面っすね。やばやばしいですよ、ここ。わー、あれやばい、あれやばいです、あれはやばい。お波が立ってそうな、すごい、すごい、うわやば、うわやば、あーわー風がめっちゃ気持ちいい。その人結構攻めてるよね。攻めすぎでしょ。結構補水液ですよね、うん、ガブ飲みしたらダメってずっと言ってるじゃないですか。電解質とか入ってるから、そうで飲みすぎは良くはないんだけど、まあそんなに電解質とか、あとなんかな過剰な糖分も入ってるみたいで、回復でガブガブ飲むと普通に血がドロドロになるのか、ガブガブ飲むと普通に血がドロドロになるのか。また階段じゃん。続きますな。富士山に匹敵するわこれ。嘘マジ。いやそれちょっと言い過ぎたけど。いや栄養剤塗ってくらいだったな。うん、山ほど持ってんの。山だけにですね。山だけに。うわすげえ、山怖い。ちょっとこの地獄の目視録を舐めてました。うわやば、来ましたな。うわえぐ。スタッフさん、あそこ立ってみる。いやここでも結構ヒュンヒュンしてる。ヒュンヒュン、タマヒュンピだね。タマヒュン、タマヒュン、うん、チリピン感じ。間違いなくオナミですよ。男作ってますよ。白いしね。白いし。あもう始まっ。あもうあのもう。でも皆さんもたまにあるかもしれない話。火をつけた方がいいなと思ったんですけど。うん。まああのもうこれさっきの真空の話なんですけど、うん、自分も3日前やった話で。うん。あの職場も最近寒くなってきて、ちょっとこう羽織るのを、うん、まあ、仕事行く時着るんですけど、まあ、うん、これ、まあ、あれですね、うん、P が入るんで、うん、P 全部入るから、がこう、まあ、これちょっと厚手なんで、もう乾燥機も全部かけて
一緒に全部洗濯一緒にして、うん、もう乾燥機もかけて、もう朝もう置いといたから、もうそれ着て行って、まあまあそれで OK です。そのまあ急いで出て行って、でも着いたのすぐ1軒目の配達とかもやってるんで、お客さん家に、そのまま配達に行って、で戻ってきて、その日配達が2軒あったんですよね。うん、でまた戻って、また配達行って、で暑くなったんで、また脱いでこう、いろいろお客さん家の作業をしながら。で、その日がやっと、まあ終わって、じゃあみんな、もう今日お疲れ様でした。で、帰るとき、またそれ羽織ったとき、まあ、フードがついてるんですけど、でフードなんかこう、ヨレスさんでバーッと座ってる、なんか、だから、朝着ていくとき、ちゃんと中確認して、フードまで全部こうしてからの、すごくない？これ、着色ゼロだぞ、あれ。全然滑らない話ですか。ずっとびっくりした。ずっと、ずっとしてる。まあ、実質、2人はプリキュアっていうね。たまたま。こっちが全然見えないと思いえ、どうだったんだろう。自分がなんか変だったのかなとか思って。じゃあないですね。ちょっと最後にフードか戻したら、すぐ返しますね。あそこを言う普通に、いや普通に言わない返してよ返して返してみたいないや絶対誰にも言うなってこれ言ってしまうんですね B だ